旅の支度はできました。あとは出発するだけ。今日の夜出発です。はい、いつものごとくベッドの上はもう衣類だとかちょっとごまごましたもので満載です。そして下にはほぼ半分カヌーですが、カヌーが陣取っちゃいました。水も満タン。ちょっとフェリーに乗る間はゴミトンつけれないんでここに入れてます。それと奥の方にあのポータブルトイレも使えるように準備しました。これはね、これシートベルト、リコたちのシートベルトもちゃんとつけてます。両方ね、これシートベルト。今回の旅も偶然どこかでお会いできた方、その時はよろしくお願いします。というわけで本日11時半だったかな、夜の11時半のフェリーで苫小牧に向かいたいと思います。よろしく、行ってきます。